アジアシリーズ、アジアシリーズ、英語、アジアシリーズは2005年に創設された日本、韓国、台湾、中国、オーストラリアのプロ野球クラブを中心に競われる世界野球ソフトボール連盟、WBSC 公認国大会である。2008年までは毎年11月、日本シリーズ終了後の木曜日から日曜日にかけて東京ドームで開催されていた。 2011年と2013年は台湾で2012年は韓国で開催。2014年からは世界野球ソフトボール連盟 WBSC 公認国際大会に認定されるとともに日本野球機構 NPP と中華職業棒玉大連盟 CPBL の共同運営により台湾で開催される予定であった CPBL の方針転換により開催が 見送られることになった。2015年以降も開催されていない。大会には、日本、日本野球機構、日本シリーズ優勝チーム、韓国、韓国野球委員会、韓国シリーズ王者、台湾、中華職業棒玉大連盟、台湾シリーズ王者イコール総監軍、中国、中国野球リーグ、国内王者、2007年までは発展途上であることを、 理由に中国リーグ選抜、チャイナスターズが参加の各国優勝チームが1回戦争あたりのリーグ戦を行い、その後上位2チームが決勝を行う3位決定戦は行わず、予選リーグの成績により3位以下の順位を決定というもので、この大会をもってその年のアジア地域のプロ野球チームのナンバーワンをするという位置づけである。 1> 第1回から第3回まではコナミが特別協賛しており、大会名はコナミカップアジアシリーズ西暦であった。しかし、第4回大会はコナミが特別協賛から降りたため、大会名がアジアシリーズ2008となった。なお、第1回から講演していた読売新聞社も、第4回大会では講演を降りた。この大会の優勝チームには5000万円。 準優勝チームには3000万円、3位4位にもそれぞれ1000万円の賞金が送られる。開催地は第4回までは日本の東京ドームで行われ、将来的には参加国持ち回りに移行し、参加国も拡大していく予定であったが、2009年度並びに2010年度は開催が中止された。2011年度は台湾で開催され、中国に代わって、 オーストラリアが参加した台湾での開催問題については口実。日本で4年間にわたって開催されたアジアシリーズだったが、2008年度第4回にそれまでの冠スポンサー撤退などが響き、約2億円の赤字を計上したことを受け、また大会そのものの注目度も低下したことにより、抜本的な見直しが進められた結果、2009年度に開催が中止となった。 それに代わり、2009年度からは新たに、日本シリーズと韓国シリーズの勝者同士が対戦する日韓クラブチャンピオンシップを新設。11月14日に長崎ビッグエヌスタジアムで開催され、日本の読売ジャイアンツと韓国のキアタイガースが対戦した。2010年度には台湾で開催されることが内定していたが、 開催時期として候補に上がっていった11月10から13日が、甲州アジア大会と重なり、プロ選手が出場する、日本、韓国、台湾、開催国、中国との意見の調整が必要としていた。2010年1月27日、2010年度の、開催は常実の理由で難しいと結論を出した。2011年度も台湾が開催を希望し、開催された。 その後、2010年2月22日に台湾、台北で開かれたアジアシリーズ運営委員会において CPBL のウェインディー秘書長がアジアシリーズの代替試合の新たな開催案として前年開催された日韓クラブチャンピオンシップと同様に台湾、韓国の優勝チーム同士が対戦する試合を開催しようと提案していた。日本シリーズの開催日程の関係上、 NPB 優勝チームの出場が難しいための措置だった。韓国側も協議をしたものの、結局は同案も白紙となった。その後、日本と韓国の間において最終的な調整を進めた結果、NPB は2010年8月23日、前年に引き続き日韓クラブチャンピオンシップが11月13日に東京ドームで開催されることが決まり、また、 同年11月4.5日、韓国シリーズ優勝チームと台湾シリーズ優勝チームが2試合対戦する韓国台湾クラブチャンピオンシップが台湾台中インターコンチネンタルスタジアムで開催され。なお、アジアシリーズの優勝トロフィーには創設された2005年からの優勝チームの名前と優勝した都市がローマ字で刻印されているが、その中には、 日韓クラブチャンピオンシップの優勝チームで、あ、読売ジャイアンツ2009年と千葉ロッテマリーンズ2010年の名前も刻まれている。一行下に NPB、久 NP 保ク,クラブチャンピオンシップと書かれている。韓国、台湾クラブチャンピオンシップの優勝チーム名の刻印はなし。アジアシリーズの台湾での復活開催への動きは2010年11月5日付の 中央日報が2011年にアジアシリーズが台湾で復活する旨を報道したことから始まった。また同日、NPB の下田国尾事務局長は台湾が現地で開催したいという希望があり、できるなら協力すると台湾での開催に前向きな姿勢を示すなど台湾開催への動きが進み協議が進められた。そして2011年3月1日に開かれた NPB の実行委員会において、台湾側が18日に11月の開催を発表することが明らかになり、18日に台湾で開かれたアジアシリーズ運営委員会において開催概要が発表され、11月11日より5日間に渡り開催されることが正式に決定、3年ぶりの復活開催が事実上決まった。しかし、 東日本大震災の影響により NPB の日程がずれ込み、日本シリーズの開催が当初から2週間遅れの11月12日からとなったことから、CBBL 側が当初の日程を11月25日から29日に変更し、NPB 側に改めて出場を打診。5月16日の NPB 実行委員会にて、日本シリーズ優勝チームの出場を正式に、 決定した。さらに5月18日のアジアシリーズ運営委員会において、オーストラリア、オーストラリア野球リーグが初めて参加することが発表された同国からは2010から2011年の同リーグ覇者、パースヒートが出場。また、これまで参加していた中国は国内リーグの事情で参加を見合わせることになった。2012年のアジアシリーズは2011年秋から、 韓国での開催が検討され、2012年3月、韓国野球委員会理事会で開催が確定した。2012年11月8から11日、富山広域市、社食野球場で開催された。日本、台湾、オーストラリア、中国の年間総合優勝チームと、韓国シリーズ優勝チームであるサムスン・ライオンズの他に地元枠として、富山を本拠地とする。 ロッテジャイアンツの6チームが出場した。この大会より予選リーグが3チームずつに分かれての2グループ制に変更され、それぞれの総あたりで予選1位同士が決勝戦を行った。また、5年ぶりとなる冠スポンサーとして現地でソーシャルネットワーキングサービスの事業を行うマグマネージャーが付きマグマネージャーアジアシリーズ2012として開催され、 日本シリーズ優勝チーム読売ジャイアンツが初優勝した。2013年のアジアシリーズは11月15日から20日まで台湾、台中、台北で開催されることが決まった。参加チームは台湾、日本、韓国、中国、オーストラリア2012から13年シーズン優勝はキャンベ・キャルバリー各国リーグの優勝チーム、そして他に 台湾から1チームの合計6チームとなっている。チーム数と予選リーグ、6チームを3チームずつ2グループに分けての総当たりは2012年と時だが、決勝トーナメントの方式が変更され、予選上位2チームが準決勝に進出し、11月20日の決勝戦で優勝を決定することになった。9月下旬、中国が全国運動会の終了後に選手たちが引退し、 時間的に代表チームの編成が難しいとして出場を辞退することになり代わりに2013年ヨーロピアンカップチャンピオンとなったタリアのホルティチュードボローニャが出場した2014年のアジアシリーズは日本 NPB と台湾 CPBL の共同運営されることになりまた世界野球ソフトボール連盟 WBSC の公認国際大会に 認定されることになった。WBSC のフラッカリ会長がアジアシリーズのさらなる国際的発展を望んでいることや国際オリンピック委員会 IOC が実施競技策定等の改革案を審議する臨時総会を2014年12月に開催することら2020年東京五輪での野球ソフトボール競技復帰へのアピールを狙う意味もある。なお、 WBSC 公認国際大会に認定されたことで本大会の対戦成績が各国代表チームとしてアイブ・フランキンに反映されることになった。しかし CBBL は前会長の退任やそれに伴う方針転換があり9月になって台北開催が難しくなったことを NPB 側に通知 NPB も今から代替地を探すのが困難であることから 2014年のアジアシリーズ開催が見送られることになった。10月7日、上記の理由に加え、2014、鈴木日米野球大会、日本、21優野球ワールドカップ、台湾といった他の国際大会開催日程の落と、2014年、アジア競技大会への選手派遣により久保の日程が伸びたことにより正式に中止すると発表された。 また、2015年は、日本と台湾共催による、ナショナルチームによる、世界選手権大会、WBSC プレミア12が、本来のアジアシリーズ開催時期に新設され、開催されなかったため、事実上 WBSC 公認トーナメントとしては、境外化、有名無実化の状態になっている。以下は2013年大会時のもの、今後変更されることがある。 公式サイトによると、この大会は、アジアナンバー1決定戦、野球の国際化の第一歩という位置づけである。将来的には、ワールドシリーズ覇者との真のワールドシリーズとも呼ぶべき、試合を開催るための大会ともされている。日本プロフェッショナル野球組織、日本代表、12球団。韓国野球委員会、韓国代表、19団。 中華職業棒玉大連盟、台湾代表、4球団。オーストラリア野球リーグ、オーストラリア代表、6球団。中国棒玉協会、中国代表、7球団。欧州野球連盟、欧州代表。2012年大会は、スポーツ専門チャンネルので放送された。第1回アジアシリーズから遡ること10年前の1995年に、 アジアプロ野球のトーナメントが開催された実績がある。大改名はアジアパシフィックスーパーベースボール。これは当時、福岡大英ホークスの親会社、大英の会長だった中内勲がアジア進出を狙い創設。11月23.24日に福岡ドームで開催された。ただし、この大会はいわゆる大英による招待制の大会で、 今日のアジアシリーズとは異質の大会であった。また、当時国内リーグがなかった中国の代わりにオーストラリアの選抜チームを招待ていた。参加4チームがノックアウトトーナメントで争った。参加チームは以下の通り。試合は1回戦で台湾王者の統一が開催国大 A を1から0で退け決勝戦へ進み、決勝戦でもハンファを3から1で下して、 王座を手にした。一方、大英は、オーストラリア選抜に新勝で3位となった。この大会を継続して、将来のアジアシリーズへ発展させる話もあったが、一回限りで、終わった。2015年2月27日に、福岡や福岡、ドームで行われた、ソフトバンクとサムスンの親善試合は両チームが2014年の、日韓それぞれの優勝チームであったことから非公式。 試合ながら一部で実質的に201年のアジアシリーズとして注目された。試合は参加ラレーでサムスンが勝利を収めた。この試合は同球場に新設されたラッキーゾーンホームランテラスお披露目の試合としても注目された。初めてホームランテラスにホームランを打ち込んだ選手はこの試合のサイ・アキラ・サカイだった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。